い、うん、まあね、さっき競馬カウンセリング終わって、うん、で、まあ、10分で僕、まあ、10分オーバーしてたのはオーバーしたって言ったから、うんうん、で、はいはいって言って、それは、まあ、いいよって一応言ったのね、うんうん、そしたらあなたが唐突に、うん、あのめいこちゃんの話をしだした、うんうん、ちょっとだけ待ってね。はい、うん、なんだったっけ、あ、そうそうそう、まあ唐突にね、うん、ちょっと今もまた途切れてしまったんですけど、唐突に、まあ、またこうついこう、うん、不安が溢れ出て、うん、まあめいこちゃんのことをこう聞き出した、うんうん、だってその前にね、うん、あの先生オーバーしちゃいました、ごめんなさいって言って、うん、うんって言ってそしていきなりその唐突にっていうのは、これ静香ちゃんらしくないよね、うんうん、で僕がそのまあ録音してない時もちょっとね、うん、もうじゃあついでにって言って、うん、まあ話してたんだけど、うん、こういうふうにその自分がその平常心でいられなくなってる時っていう時に、多分静香ちゃんはね、自分を責めてるんやね、なんで私できないんやろう、うん、これ僕何度も何度も言ってるし、今からも何百回何千回って多分言うんだろうけど、あなたがおかしくなってる時って被害に遭ってる時なんだっていうこと、そしてね、被害に遭ってるから私こうなんだっていう風な、その漠然とした、そのことでやっぱり終わらせてるんやと思うのよ。で僕が言ってんのは、うん、いつも言ってんのね、うん、何されたの、うん、って言ってるよね、はい、何されたの。いや、あなたほら、自分でもわからない状態でここに来たらもうずっと泣いてるよね、うん、そうですね、もう 100% 泣いてるよね、うんうんうん、もうここどれ、ここ 1、2ヶ月ぐらいか、うんうん、はい、まあ、特にこの1ヶ月ぐらいひどいかなって思うんやけど、ね、うん、まあ、何の話をしても必ず1回は泣くみたいなそうですね。で、これって、うん、まあ、静香ちゃん自身もその理屈的には分かってると思うんだよね、うん、何か被害に遭ってるんだって、うんうん、まあ、このな、何に被害あってるかっていうのをその突き止められるのって静香ちゃんしかいないのよね、うんうん、何に被害にあってんのこれ、何に被害、うん、いや、あのあなたの母、実行犯はあなたの母親だから、うん、はい、あなたもしかして父親がその後ろの犯人だから、うん、母親のこと見れなくなってるんじゃないの、はあ、言ってる意味はわかる、はい、カウンセリングで、うん、あ、本当の犯人は父親だったんだって、うんうんうん、あなた理解したわけじゃない、はい、そうするとあなたの心父親の方に行ってない、うんうん、その確率は高い。あなたに被害を与えてたのは子供の時から今も、うん、そして今からも、うん、実行犯は誰なんですか。母親です。うん、いや、だからあなた母親に何されたんですかっていうことです、うんうん、母親に何されてるんですか。母親に、うん、この1ヶ月ぐらいあなたは母親からかなり被害を受けてるはずなんですけど、うん、特にこの1ヶ月ですね。あなたが毎回僕のとこ来て泣き出してるのはこの1ヶ月やわ。うん、母親に11月中旬、うんうん、まあ、下旬から12月下旬まで、うん、ね、あなた母親に何を言われてるんですか。何を言われてるか、うん、
11月下旬から12月の今、うんうんうん、今日27日だよね、はい、なんか言われてるんじゃないの、なんか言われてるのか、うんうん、次回来るまでにちょっと考えてみます、うん、あと4分しかないので、今思い出さなきゃえ、あんた家で思い出せるわけがないじゃん、ここの4分は、はい、あなたの家に帰ってからの40時間以上の時間だよ。そうですね。ここの4分で思い出さなかったら、はい、家帰って40時間考えても思い出せないよ。いや、ここやっぱり食のことが一番引っかかるというか、ん？ご飯のことが大きいのかなと思いますね。うんうん、それは、この数日前なんですけど、うんうん、だからもう直近でいいじゃん、はい、絶対あなたあの今日か昨日か被害受けたはずなんよ、はい、うん、言ってること分かる、最近23ぐらいの日に、うん、お肉を使ったお鍋だったんですけど、うんうんうん、どこどこからもらったやつって出したんですけど、うんうんうん、父がちょうど来た時に、うんうん、ちょっとええお肉をもらったそうなんですけど、うんうんうん、前あの去年まではお父さんしか食べてないって言ってました、うんうん、であなたに言ったの、そうですね、あんたが全部食べてしまうって父親に対して、そこもう少し詳しく言って、誰が、そこのちょっとシーンが分かんないわ、私のお母さんが誰にその言葉を言ったの、はい、まずは私に、うん、あ、これどこどこからもらったいいお肉よって言ったんですね、うんうんうん、でちょうど父親が来て、うん、でそのお肉の話になって、うん、去年まであんたしか食べてないで、うん、ストップストップ、母親は父親が来たからその話をしだしたの、お肉のことは父親がいるって分かってるからその話をしだしたの、例えば、うん、父親が別の部屋にいたのに話してたら父親が別の部屋から入ってきたのか、はい、もうその母親が声を出せば 100% 父親の耳に聞こえるのか、これはどっちなの、私と母の会話はキッチンなので、うん、隣の部屋に必ず父がほぼいる状態なので、うん、大体何を喋ってるのかは聞こえるところで繰り広げられるんですね、うんうん、だったら、はい、それじゃ、はい、それは分かってたの、まあそうですね、うん、はい、そういうことが最近たびたびあるんじゃないの、うん、そうですね、うん、何かその食べ、うん、食事の時に何かにつけて、はい、お父さんの前であなたをディスるんじゃないの、大体あと出てくる品物も、うん、あのまあ妹とか子供たちと、うん、あんまりいないんですけど来る時は、うん、なんかちょっと私の方が少なかったり、うん、一緒だったりするんですけど、うん、いつもより豪華になるんですね、うん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 、それで、うん、私お金払っとるけどなっていつも思ってます、うん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 、そこじゃなくって、はい、嫌がらせがひどくなってるんじゃないの、あ、そうですね、うん、言ってることわかる、うんうんうん、何かにつけての嫌がらせが、はいはい、あなたに対するいじめが母親の、はい、うんうん、ひどくなってきてるんじゃないの、あの昨日今日とかも、うん、私と話をするときすごい嫌そうな、うん、あのしかめ面というか、うんうん、で僕はあの今の静香ちゃんの話を聞いてて、うん、多分この 1,2 ヶ月、うん、何らかの理由で、うんうん、あなたの母親が、うん、あなたをいじめる度合いが高くなってるんじゃないかなって思うのよ、はい、言ってることわかる、はい、でも一番ダメなのはそこにあなたが反応してないことやわ、うん、だって1ヶ月も続いてんのに、うん、それに僕が気づくまで気づかないなんて、うん、そうだよね、はい、うん、いやあなたの母親の意地悪がひどくなってるということでしょ、はい、
ということは先生時間です、うん、そこに気づかないと、はい、分かるよね、はい、分かりました。今からもそれは続くだろうから、うん、ちゃんと観察をして、うんうん、であの父親が犯人だからって言ってあなたの母親が 無罪じゃないんだよ、はい、分かりました。そこちゃんと観察してちゃんとカウンセリング受けた方がいいと思うけどね。はい、うん、ありがとうございました。はい。